그래서 저희 일진 이트는 조용한 것을 좋아하지 않습니다. 저희는 시끄러운 논쟁을 좋아합니다. 예, 私たち 외부人 이후와 시끄러운 것이 好きではありません. 굉장히 우르사이, 소소시 것이 好きです. 저희는 가능한 논쟁을 촉발시키려고 하고 많은 댓글들을 달도록 그렇게 유도를 하고 있습니다. 私たちは 논쟁을 したり, 논쟁을 촉발したり. することが好きです。そして韓国語でテックルっていうんですけど、その文章の記事の下にこういろんな何ですかコメントをつけますね。それをわざとですねこう誘導するようにどんどんつけてもらっています。 이번에 개편을 하면서 사실 제가 이제 보여드릴 수 있을지 모르겠습니다. 제가 노트북을 갖고 왔는데 보여드리면 좋은데 이 기사는 논쟁 중 논쟁이 많은 기사를 따로 배치를 해서 편집을 해놨습니다. 皆さんにお見せできればいいんですけれども、例えばその記事の内容によっていろいろ論争があるのがありますよね。そういうことについては、今この記事は論争中であるというふうにして、わざわざ載せています。댓글이 10개 이상 달린 글은 저희가 거기에 소개를 하는 걸 원칙으로 하고 있습니다. 코멘트가 10개 이상 달린 것에 대해서 거기에 소개를 하는 걸 원칙으로 지금 편집 방향은 크게 두 가지로 잡고 있는데요. 하나는 지금까지 해왔던 이런 시끄럽게 만들기, 가부장제체제에 대한 신랄한 비판과 조롱입니다. 먼저 編集方向として基本的な精神が2つあるんですけれども、1つは今申し上げましたように、まずうるさくやると。これまで行ってきたように、この家父長制の韓国のこういう体制に対して鋭い批判、それをもう想像しくやるということです。 다른 하나는 최근에 저희가 관심을 갖게 된 것인데요. 여신영성, God's Spirituality에 저희가 좀 초점을 맞추려고 합니다. それからもう一つは最近私たちが新しく関心を持つようになったんですけれども、フェミニストの女神の、スピリチュアリティですか、霊性スピリチュアリティのことです。 저희가 여신영성에 관심을 갖게 된 것은 이렇습니다. 저희가 이프를 통해서 가부장제 사회를 공격하고 남자들을 공격하고 체제를 공격하는데 물론 매니아 팬들은 있었습니다. 그런데 저희가 느꼈던 것은 매니아 팬을 넘어서 더 많은 여성들에게 이게 잘 전달이 안 되는 걸 저희가 느꼈습니다. 일종의 벽 같은 것을 느꼈던 것이죠. 그래서 저희는 궁금했습니다. 왜 여성들이 가부장제 체제가 이렇게 부당하고 우리를 억압하는데 분노하고 싸우지 않는가? 왜 회피하고 순응하려 하는가? 이것이 저희가 가졌던 굉장히 큰 의문 중에 하나였습니다. 女神の霊性というものをスピリチュアリティに関心を持ったかということですけれども、私たちがこれまで家父長制社会に対していろいろ批判をしたり、異端を示したり、 するんですけれども、そういうことに対しては、ファンがやはいます。で、ある程度マニアのようなファンがいるんですけれども、それ以上に超えていけない、何かこの壁のようなものをちょっと感じていました。多くの女性たちがその韓国の家父長制のもとで抑圧されているにもかかわらず、なんで憤りがないのだろうか、そういうことについて考えていました。 여자들이 가부장제 체제 하에서 너무나 내면이 망가져서 그게 부당한 걸 알더라도 몰라서가 아니고 알더라도 싸울 힘이 없구나. 너무 자신이 없고 움츠러들었고 자기 안에 상처들이 깊어서 싸우기가 참 힘들구나. 그래서 싸움보다는 오히려 위로라든지 상처 좀 힘을 준다든지 격려라든지. 그러니까 여성들의 임파워먼트, 내적인 임파워먼트가 굉장히 중요하겠구나. 어쩌면 그것이 먼저 되어야 되는 게 아닌가. 이 같은 결론에 이르게 됐습니다. それで気がついたのは、結局多くの人たちが、その学長制のもとで、女性たちが、この内面がもうズタズタに傷ついてしまっているということに気がつきました。ですから、みんなも知っているんだけれども、それを戦おうという、そういう気力も出てこない。
ですからむしろそういう女性たちをこう慰めて元気を与えるエンパワーメントする必要があるんだということを感じたわけです。그래서간단히말씀드리자면여성들이자존감자신감또여성들의유대에대한신뢰가있어야제대로싸울수있는게아닌가이같은깨달음이었다고말씀드릴수있겠습니다そのことは言い換えると女性たちのこの自尊で自信感それから連帯することでその連帯によってお互いに信頼し合えるということをみんなが信じることができるということが必要だと思いました。これ달리표현을하자면여성위부의가부장제사회를변화시키는것만으로는부족하고그거와함께여성내부의가부장제가부장제가망가뜨린여성내부도투명하고바꾸는것이동시에같이가야되겠구나하는깨달음이라고할수있겠습니다그러니까여성외부의혁명과여성내부의혁명이함께가야된다이렇게요약을할수있겠습니다예수를이해해ますと이와같이여성たちの外のこの拡張性社会に対する批判だけではなくて女性たちの内側、私たちの内側の拡張性をももちろん変えなきゃいけないし、また同時に傷や苦痛というものを治療しなきゃいけないということだと思います。사실と개인적으로보더라도페미니즘운동을하면서도이가부장제사회를개혁하고바꿔나가는그런운동을하는것만으로는뭔가가상당히부족하다는느낌을가졌습니다個人的なお話ですけれども、やはり私もこのフェミニズムの運動をして、拡張性社会と戦う、そして改革をしていくという、そういう戦いをするんですけれども、それだけでは何かこう足りないということを感じてきました。다시말해서、보다근본적인질문。내가왜사는가삶의의미가무엇인가어떻게살아야하는가인간존재란무엇인가에대한근원적인성찰과그에대한답변이없이는이런그페미정치사회적차원의페미니즘운동이라는것이아주힘이없어질수도있다는것굉장히뭔가힘이부족할수도있다는것그것을알게된것이죠예つまりですねこのなぜ私たちはなぜ私は生きるのかなんで本当にその何がこう人間的なのかとかそういうものでこの充足満たされない限り政治社会的なそういう女性主義フェミニズムの運動だけでは足りないのではないかというふうに感じたわけです。で、저희가フェミニスト영성혹은여신영성운동을하니까걱정을하는사람들이많습니다무슨사이비종교냐이렇게얘기하는사람들私たちがそういうふうに女神の霊性とか言い始めたところその心配する人が出てきました。なんか再利宗教じゃないかと。영성을한다그러니까현실사회에서도피하는거아니냐이렇게또걱정하는사람도있습니다またそういうスピリチュアリティのことをやるっていうふうに言うと現実からの逃避じゃないのっていうふうに言われます그렇지만フェミニスト영성혹은여신영성의특성중에하나는세속적인것과성숙적인것영적인것을분리하지않는다는겁니다둘을같이본다는것이죠このフェミニストスピリチュアリティそして女神スピリチュアリティというのは世俗的なレベルのものとまた霊的なものをつなぎ合わせるという意味を持っていますフェミニスト영성혹은여신영성이フェミニズム運動フェミニズムアクティビズムフェミニストアクティビズムを훨씬더강력하게할수있다는겁니다つまりそのフェミニストのスピリチュアリティというものがフェミニズム運動をはるかにこう強力に進めることができるということです。フェミニスト영성에관심이많은사람들은여성운동뿐만아니라환경운동、평화운동에도굉장히적극적인것으로알고있습니다。このようなフェミニスト、フェミニズムスピリチュアリティなどに関心を持っている人たちは環境運動であるとか。平和運動に関心を持っているというふうに言われています。